本日はキングオブプロレスリングの公開調印式にお集まりくださいまして誠にありがとうございます。本日の司会を担当させていただきます新日本プロレスリングアナウンサーの阿部誠です。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまより10月14日両国大会にて行われる IWGP ヘビー級選手権試合の公開調印式を行わせていただきます。ここで調印式に先立ちまして両国大会のチケット情報をご案内させていただきます。砂かぶり席、2階特別席、2階指定席は完売となっており、アリーナ A 席が残りわずかとなっておりますので、チケットのご購入の方はお早めにお願いいたします。なお両国大会の当日券は10月14日12時お昼12時より両国国技館の当日券売り場にて発売いたします。なお両国大会の方は新日本プロレスワールドでも生中継いたします。それでは大変お待たせいたしました。ただいまより IWGP ヘビー級選手権試合の調印式を行わせていただきます。それでは、タイトルマッチの立ち会い人、新日本プロレスリング株式会社菅林直樹が務めさせていただきます。まずは IWGP ヘビー級選手権試合、チャレンジャー真田選手の登場です。続きまして第69代 IWGP ヘビー級チャンピオン岡田和親選手の登場です。
ただいまより10月14日両国国技館で行われます IWGP ヘビー級選手権試合の公開調印式を行わせていただきます。まずはチャレンジャー真田選手、タイトルマッチへ向けてのコメントの方をお願いいたします。皆さん、真田は好きですか？最近日本全国や海外で真田コールや声援で後押しを感じてて、確かに岡田コールもすごいですが、皆さんそろそろ真田が中心の新日本を見てみたいと思っていませんか？今新日本の希望って岡田じゃないし、棚橋でもないし、内藤でもないし、ましてやイブシ、イービルでもないし、これからは俺が新日本プロレス、いやプロレス界の希望になって引っ張っていきます。真田選手ありがとうございました。続きましてチャンピオン岡田和親選手、コメントの方をお願いいたします。こんばんは。皆さん、岡田が中心の新日本プロレスだいぶ不満らしいですね。さっきみんな真田コールしてたの、僕はみんなの顔覚えてますから。でも今岡田和親すごく嫉妬してることがあります。ラグビーワールドカップがめちゃめちゃ盛り上がってんすよ。プロレスも負けてないよね。ラグビーワールドカップ以上に新日本プロレス盛り上げます。そのためには10月14日両国大会、岡田和親勝ちます。岡田選手ありがとうございました。それでは調印に移りたいと思います。まずはチャレンジャー真田選手からサインの方お願いいたします。続きましてチャンピオン岡田和親選手、お願いいたします。最後に立ち会い人菅林会長、お願いいたします。調印書の方にチャンピオン、チャレンジャー、立ち会い人のサインが入りました。ただいまよりフォトセッションに移らせていただきますので、テーブルの前に岡田選手、真田選手、立ち会い人菅林会長、お願いいたします。
続いてはチャンピオン岡田選手、そしてチャレンジャー真田選手、お二人でのフォトセッションです。お願いいたします。以上をもちまして IWGP ヘビー級選手権試合チャンピオン岡田和親対チャレンジャー真田、公開調印式の方を終了とさせていただきます。選手権試合のタイトルマッチ公開調印式を終了とさせていただきます。